は、こんばんは、言動が猫です。ちょびちょびっとは始めていきましょう。今回は武蔵野ホーネッツとの公式戦ですね。武蔵野ホーネッツは今季10位ですが、なんとしても勝たねばなりません。公式戦ですからね。2位です。公式戦はしっかり勝つ、このままでいきましょう。まあ高めが強い。さあ、相手方のもうアウェーですね。私たちにとってはってほしい。いい流れ。最後誰だ、窓か。選手権4分で選手権だ。最速のスタート。当然だろう。そう。でも絶対はないんです。先制点。これ布川からこのセンタリングを決められてしまった。漫才鍛えなきゃいけませんね。ボールはうまくいっている。奈良子ナイス。さあこのチャンス見よう。2点、再び勝ち越し。動きが早い。死んだろうってさっき点取られたのに。ナイスですね。ナイス7個、ナイス2よ。8優勝したと思っております。国早いな。おっとそれがミオに渡ったが出てしまった。14分です。もう3点入ってますね。2対1、北分かりバズリード。さあ緑センタリング、これはコーナーキックです。奈々子いいですね。緑3点目。そうですね、まだ分かりませんが相手にプレッシャーを与えるリードとなっております。出ますね。
相手ボール。もうほとんど前半時間ありません。前半終了。まだゲージが黄色になっているところがない。引き続きやっておきましょう。武蔵大本町はやや攻撃的無事になりました。あ、そっか。向こうの方がフレッシュですからね。そうそう、選手交代を考えなければ。いいですね。クラリス、クラリス行ってこい。ちょっと足りないかな。あっと、これはやばい。ミス。今度はマドカですね。サチコかな。危ないな。なんと高さ。あ、外れてしまった。スタミナが奪ってますね。結局あの疲れやすいのがミッドフィルダーなんですよね。で、かなり疲れが溜まってます。あ、やばい。最後に最攻撃的布陣へ。クリア。クリア。クリア。これでお互い交代枠使い切ったんじゃないでしょうか。2本はクリアです。必死にクリアします。さあ、後半あれから点は動いていません。前半の途中から点は動いていない。残り10分を切りました。クラリス、あ、ミドル決まった。4点目。鋭いセンタリング、鋭いシュート。格は違います。確かにボレー。相手もほとんど動けてないですね。こちらもバテてますが、あー、1点取られた。余計な失点だと言われてます。やっぱりお互いバテてしまってる感じだな。さあ、アディショナルタイム1分です。ここで試合終了、4対2。フランカリバーズ勝つことができました。いきなりでしたからね。前半4分まどか。もう前半10分ですね。いきなり同点のヘッドを決められてしまう。キーパー、ジャンプしたんだが、キャッチに行ったんですかね、キーパー。それはうまくいかず、上を吸い抜けて、まず決められます。
だがもう前半15分です。平成長くするかすまかったニオがシュート、これで再度勝ち越し。そして追加点緑、このキックを緑が高さで決めました。39分、さやかダイスをクロスも良かったし、しっかり弾丸で決める緑を見事。さあ前半、後半終了直前、武蔵野法律に余計な失点を決められてしまいます。お互いね、この頃になると疲れが溜まりやすいので、特に守備面で不安が出てきますよね。そのまま試合終了4対2でクランカリバーズ勝利しました。これで2位ですね。岩瀬大阪をしっかり追走しております。次はメンソーレ那覇との戦い、メンソーレ那覇6位です。ということで、今回はですね、武蔵野ホーネッツにしっかり勝つことができました。この調子で残り何戦でしょうね、6戦かな、17戦なんで、次がしっかり勝って首位を狙いたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、カルチョビッターなどのプレイリストの URL ございます。これらアクセスしていただければ嬉しく思います。ツイッターの方もぜひお願いします。ということで、カルチョビットはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。